南城七年のスキューイ山にある、佐敷テレビ中継局佐敷テレビ中継局は、沖縄県南城七年阿座久原のスキューイ山にあるテレビの中継局である。また同じ南城七年内にあり、東中継局から南にある、式屋テレビ中継局についても詳述する。もともとは1970年代以末に、西原町阿座オナガに設置された、オナガテレビ中継局である。 道庁の沿岸部と内陸部の工程差が大きく、沿岸部での受信改善を図るために設置された。しかし西原町だけでなく、中臼区村や北中臼区村、また南城市北部と中城湾一帯の市町村は、沿岸部と内陸部の工程差が大きく、富臼区市の親局の送信所からの受信が良くなかった。中城湾が見渡せるほどの高台にある、 内陸部の一部では5 0トル以上北の沖縄本島北部の泣き人村にある泣き人テレビ FM 中継局から受信しているところもあった。そのため与那原町も含めた中城湾沿岸地域の受信改善が必要となった。そして1995年12月に当時の知念村北部の久原の守霊カントリークラブ内にある道久名山に 現在の佐敷テレビ中継局が設置された。所在地は旧知念村だが旧佐敷町よりに接しているため、佐敷の名称になった。これにより、中城湾沿岸部の町村と知念半島北部の受信が改善されたとともに、尾長テレビ中継局は2ヶ月後の1996年2月に廃止された。設置当時は NHK と琉球放送と沖縄テレビ、 放送のみで、開局したばかりの琉球朝日放送は間に合わず、翌年1996年8月に、ようやく設置された。2007年12月1日に、地上デジタルテレビ放送が開始された。AB 地上デジタルテレビジョン放送中継局に、免許なき人、佐々木及び久米島中継局、地上デジタルテレビジョン放送局に、予備免許なき人、佐々木及び、 国目島の中継局 NHK 年間96ハット ABNHK 年間81民間放送30年史ハット AB 地上デジタルテレビジョン放送局に免許式屋の中継局式屋中継局放送エリア地上デジタルテレビジョン放送局に予備免許辺野古式屋の中継局 ABNHK 年間82ありがとうございます